最低です。最低でしょ。もう多分この時点で10点中10点だと思います。どうもこんにちは、新代理メンバーのすずです。本日は不動産業界の選考に実際に通過した2院卒の先輩の面接を見て、不動産業界ならではの気をつけるポイントや分かりやすい人の特徴などを鳥さんに解説していただこうと思います。鳥さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。と私はですね、トイアンナと申しまして、就活の本も出しております。確実内定もよかったら読んでみてください。とまず初めになんですけど、私たち新代理合格者面接というサービスをやっていて、ここでは人気企業の約500社分の選考に実際に通過した人の面接を載せているので、これから面接始まる皆さん、ぜひその面接動画を見て参考にしてください。概要欄にリンクも貼ってあるので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。まずはじめに不動産業界全体として分かりやすい人の傾向や特徴があったら教えてください。不動産業界ってとにかく学生から見た時に、志望動機言いづらい業界トップに入ってると思います、はい、でそうすると皆さん大体主語が大きくなってですね、はい、なんか街の未来とか都市開発への夢とか、はい、住民が幸せを感じる土地づくりとか、なんかよくわかんないことを言い出して、なんでって言われて崩壊するんですね、うん、なので、その根拠をしっかり言える人が基本的には内定します。そう思うほど、なぜ不動産業界にそこまで情熱を抱いたのか、その根拠付けとなる自分の個人的な経験を語れる人が強いですね。人柄としてはどういう人柄の人が多いとかありますか？会社によって結構社風違うんで、逆に言えばどんなタイプの学生でも内定しやすいというメリットがあると思います。なんで、ぜひ総当たりするつもりで挑んでいただいていいですが、基本的にはいわゆるなんとか不動産って呼ばれているような会社の方が知的労働が多くて、どちらかというと、まあ、すごく難しい権利関係とかを調整しつつもプロジェクトを進めて大きい都市の開発とかに関わっていく、もう一つ、建設会社になっていくと、はい、どちらかというと職人に向き合って、まあ、職人がですね気持ちよく働いて建築を作っていけるようにしながら、実は、政府にも掛け合って法改正を頑張っていくとか、そんなところもあったりしますので、このまず魅力を理解した上で、自分がどういうふうに貢献できるか、具体化できるかっていうところが大きいと思います。ありがとうございます。では早速、まずはじめに住友不動産株式会社の選考に実際に通過した任用卒の先輩の面接を見ていきたいと思います。簡単に自己紹介からお願いいたします。はい、立命館大学の A と申します。私は小学4年生から高校3年生までの9年間野球をやっておりまして、幼い頃から大切にしている言葉というものがあるんですけれども、プロ野球選手の王貞治さんが言っていた言葉でして、努力は必ず報われる、もし報われない努力があるとするならば、それはまだ努力とは呼べない、こういう言葉がですね、幼い頃ながらにすごく刺さりまして、幼い頃から努力してきた人間でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。どう感じましたか？自己紹介です。好きな言葉言う人初めて見ました。そうですね、うん、まあ、まずそれが目立つのと、王貞治選ぶんだっていうセンスも感じます。要は世代かなり上はいはいはい、確かに面接官に刺されそうですね。そうなんです。だからこれ多分面接官に合わせてるんですよね。なるほど、よく考えられてますね。それから選んだキャッチコピーですね。住友不動産さんってもともとかなり努力型というか、才能でひょうひょうとやっていくとか、センスでとかではなくて、みんなで頑張って努力したらいい建物を作れるはずだとか、そういう信念がある会社です。でそうなった時にこの格言持ってくるのも当てにいってるなっていうのがかなりあります、まあ、いい意味でそのよく調べたなって思いますね。では行ってみましょう。はい、ありがとうございます。現在のこの A さんの就活の状況を聞かせていただければと思うんですけれども、どういう業界受けている感じですか？はい、私が受けている業界といたしましては大きく2つございまして、もう1つ目がやはりデベロッパー業界、そしてもう1つが金融、その中でも銀行と証券をメインで受けさせていただいております。順位的にどっちが上なんですか？はい、それはですね、やはりデベロッパーが第一志望となっております。まあ、デベロッパー業界としか言えないですよ。言えないです。はい、以上です。進行、内定をいただいている企業さんとかってあるんですか？はい、今現在内定いただいている企業といたしましては3つございまして、はい、1つが水穂銀行さん、でもう1つが三菱 UFJ モルガンスタンレー証券さん、そして3つ目が NTT 西日本さんからいただいております。明らかにその会社よりも格上に見えるような会社、あるいは学生から人気があるような会社からの内定状況を話すとですね、相手はもうそれで盛り上がるというところがあります。だっ
って、そこ内定して就活やめなかったんだっていうぐらいうち行きたいの本当にどうしてみたいな気持ちになって上がるわけですよね。ですので、手土産が非常に大きいタイプだと思います。で、これを見て別にご覧になった就活生の皆さんは、手土産がないと受かんないのかとか、そういうことは考えなくて大丈夫なんで安心してください。はい。はい。ありがとうございます。A さん自身、それを含めた上で弊社の志望順位っていうのはどのぐらいになるんですか？はい、そこはもちろん第一志望とさせていただいておりまして、やはり先ほど述べたように私デベロッパーが第一志望といったところで、他の企業も選考途中ではあるんですけれども、その中でも御社が第一志望といったところでございます。ありがとうございます。なんでデベロッパーがいいっていうふうに志望されているのか、そこを教えてください。はい、私がデベロッパーを志望している理由といたしましては、人々の生活を豊かにして幸せの提供をしたいという思いからでして、これまでの人生を振り返った際にですね、塾のアルバイトの経験だったりだとか、友達の相談に乗ることなど、自分の行動で誰かに貢献できたり喜んでもらえるといったことに強いやりがいを感じてきたからです。その中でも思い返してみれば、小さい頃友達や親といったゲームセンターであったりだとか、初めての彼女と初デートといった映画館など、楽しかったことや記憶に残っている思い出っていうのは、どれもいろんな場所であったりだとか空間と一緒に成長してきたなと思っておりまして、その場所や空間を提供して人々の生活豊かにしたいという思いからですね、デベロッパーを志望させていただいております。ありがとうございます。はい、まず悪いところから言いましょうか、はい、人々の生活を豊かにして幸せを提供したい、多分腐るほど聞かされた仕事だと思いますそれ言う人100人中100人ないよと、でそこで場の話が出てくるんですけど、よく物事消費とか言われていて、で若い世代になればなるほど、みんなでどこどこに行ったっていう消費よりも、なんかみんなで同じ体験をしたとか、そういう消費の方が非常に思い出に残るというふうに言われてます。ですので、この場所が記憶に残るタイプってだいぶ古い価値観ですし、今時それを語れる学生ってあんまりないので、もちろんこのタイミングでまずおって思われると思いますね。ありがとうございます。デベロッパーっていうと弊社以外にも他の不動産会社、デベロッパー会社あるかなというふうに思うんですが、なぜその中でも弊社を選びいただけているんでしょうか？はい、ありがとうございます。御社を志望させていただいている理由といたしましては、御社の環境で一番働きたいと思ったからです。でこれはですね、街づくりっていうところはですね、そこに来る人であったりだとか受験者の方々がいてこそだと思っておりまして、その人たちに寄り添いながら共に街を発展させていきたいと考えております。その中でもですね、御社の土地の取りまとめから受験者の方々の思いやニーズに応え形にしてきた街づくりといったところに魅力を感じてきました。そしてその中でも若手からたくさんの経験ができる点であったりだとか、年次関係なく実力を評価してもらえるといった環境に惹かれまして、心からですね、御社を働きたいという思いで志望させていただいております。ありがとうございます。一つですね、街づくりの基礎が、来訪する住む人だけではなく、むしろ地権者の説得がかなり大事であるっていうところをさりげなく入れることによって、分かってんじゃんか、を出せたと思います。逆によく調べてない人って、その街を単に住む人をどうデザインするかとか、その未来都市とかそんな話を始めてしまって、いやまず地主をさって、そこの地主全員説得しないとここにビル建てられないんですよっていう話がないんですよね。なのでそれが分かっているっていうところが一つ差別化できているかなと思います、はい、で2つ目が、この会社ならではの違いですね、実力評価であること、若手から活躍できること、これは確かに競合の大手さんが持ってないところです。競合大手さんっていうのところは、大体ですね、上の言われた通りやっていくと、年功序列で上がっていって、むしろ就職というよりは貴族階級の身分制度みたいなその会社という、肩書きを得て一生暮らしていくみたいなところが満足度であって、あんまりそのガツガツやって頑張って街1個開発したぞみたいなパワーがないところも多いので、非常に良い差別化になっていると思います。A さん自身が住友不動産の中で好きな物件みたいなのがあったら教えてください。はい、私がですね、御社の中で一番好きな物件はですね、ホテル事業のところにはなるんですけれども、ホテルのヴィランホテールといったところが私自身めちゃくちゃ好きです。これはなんでなんですか？はい、やはりですね、先ほども述べさせていただいたように、この土地の人々であったりだとか、来る人、住む人に寄り添いながら街を発展させていきたいという思いがあるんですけれども、
それをですね、体現しているのがホテルヴィランホテーヌだと感じているからでして、実際にですね、私去年の12月25日クリスマスにですね、彼女とそこのホテルに泊まらせていただいたんですけれども、大阪の梅田にあるんですけれども、すごく街の中心のところにある中で、まあ、外国人の観光客の方であったりだとか、まあ、日本人の方、さまざまなバックグラウンドを持った方々がいたんですけれども、中に入るとですね、こう食卓にはですね、和食が並んでいて、その目の前の席には苔の装飾みたいなものがあったりだったりだとか、まあ、部屋もですね、こう木目調で、いろんな人たちがいる中でもそこで日本をしっかりと感じ取れる、まあ、そういったすごく交流の場であったりだとかを作られているところがですね、すごく私は魅力に感じたからです。はい、感想を聞きましょうか。でも彼女とか別に知らんよって知らんよって、まあ、具体的に言われても知らんよって思ったんですけど、まずなんかその好きな物件を聞かれるのが、あ、そうですね、はい、びっくりしました。そうですね、正気に戻った解説でしたね、はい、そうです、まず不動産業界は必ず好きな物件聞かれるので、そこで他社さんの物件を言ってはいけません。でよく同じようなパターンがあるのがテレビ局ですね。好きなテレビ番組なんですかって言われて、はいはいはい、それ他局ではってなったらもう落ちます。なのできちんと知ってることは前提です。その上で A さんが、まあ、非常にプラス評価されているのは、ちゃんと言ってちゃんと使っていることなんですね。単に知ってます、あそこ好きですよじゃなくて、ここにちゃんと行きました、こういう体験をしました、こういう工夫を感じました、それがやはり御社だと思いますって言えるのは相当強いです。しかしまだ5分も動画聞いてないのに、もう彼女2人出てきた。それがツッコミのところですね。はい、でそれは、まあ、おそらく、まあ、別に住友不動産以外だと、もしかしたらこいつちょっとチャラチャラしてんなと思うかもしれないですけど、若手の成長を重視するからこそ、この会社だったら笑い話にしてくれると思います。ありがとうございます。 A さん自身がこう入社したらやりたいこと、あるいは入りたい部署みたいなのがあれば、それも教えてください。はい、ありがとうございます。そこに関しましては、私自身再開発事業で街を活気あるものにしていきたいと考えておりまして、先ほども述べたんですけれども、塾のアルバイトで相手に寄り添いながら課題解決を していきながら成長を共にしてきたということに強いやりがいと達成感を感じてきたところからですね、街づくりにおいても、その地域の地権者の方々であったりだとか、まあ、行政と共に話し合い、まあ、寄り添いながらですね、街を作って育んで活性化させていきたいという思いからですね、再開発事業に取り組みたいと思っております。塾の経験と、まあ、不動産でかなりリンク作るの難しいと思うんですけど、うん、そこで難しい、まあ、ステークホルダーを説得して成果を出すっていう、うん、こう素晴らしい共通点を見出して、ね、自分の志望動機に結びつけたなという感じがありますね。再開発事業の中で寄り添ってその土地を良くしたいっていうのが、まあ、塾講師の経験からっていう話があったと思うんですが、そこをもう少し具体的に教えていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。まあ、本当に先ほども述べさせていただいた通りですね、こう私自身街をですね、お客様と共に、まあ、開発をしていきたい、コミュニケーションを取りながらこう共にですね、お客様と街を開発していきたいんですけれども、それを一番こう実現できるのが再開発事業かなと思っているからでして、まあ、そこの理由についてなんですけれども、まあ、土地の取りまとめからですね、まあ、どういった物件を作っていって、でそれを行政とどうやってこう街を活性化させるためにそのビルを活用していくのかみたいなところをですね、全て一括してできるのが再開発事業だと考えておりまして、そこにですね、深く携わっていきたいなと私自身思っているからです。ありがとうございます。今、実はですね、バーバル、言葉で言ってくれたことと、ノンバーバル、言葉以外で表現したことの2つが勝手につながってるかなと思っていて、こういったですね、まあ、非常に多い方、ステークホルダーとのすり合わせってメンタル来るんですよ、うん、非常に辛い、うん、でそれこそ地権者の方にコンプラもヘッタクレもないので怒鳴られることもあるかもしれない、水かけられることもあるかもしれない、それでも地権者に寄り添ってその地域を開発するっていうマインドで10年後20年後の年作るってすごい大変なんですけど、うん、それができそうなタフさっていうのが、うん、なんとなく天然感から発言から出ているのが一つ、これはバーバル、まだバーバルです。もっとノンバーバルの大阪弁で、そもそも住友系列って、まあ、非常に関西に強い会社さんなので、それが結構プラスに働きやすいという面は正直あると思います。そういうのあるんですか。まあ、別に大阪は枠があるわけじゃないですけれども、ふっと大阪弁が入ることによって、まあ、そのうちと地は一緒だよねみたいな雰囲気はあると思いますね。では続いて大成建設さんの面接を見ていきたいと思います。はい、では動画再生します。自己紹介からよろしくお願いいたします。はい、
横浜市立大学国際教養学部4年の山田と申します。私は大学では都市防災を現在は専攻しておりまして、研究テーマとしましては自治会の自主防災活動というところについて研究を行っております。また課外では体育会卓球部、学習塾のアルバイト、こちらの2点に注力してまいりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。都市防災について勉強されてるんですね。はい、具体的にどういう研究なんですか？はい、現在は自治会が行っている、まあ、この自主防災活動、まあ、例えば避難訓練であったり、うん、こう救助訓練、まあ、そうしたところについて、ここにいかにして若者を参加させていくかということについて研究をしています。なるほど。そもそもなんでこの都市防災について専攻しようかなって思ったんですか？はい、一番のきっかけは東日本大震災での被害、まあ、ここについて講義で詳しく勉強したことがきっかけになります。具体的には私がここについてここで勉強したときに、東日本大震災というのが多くの人々の命や、まあ、財産を奪っただけではなくて、まあ、その後何年間にも通じてその地に被害を残し続けてきた、まあ、そうしたところを目の当たりにしたところから、こういう被害を二度と起こさないように、または少しでも減らしていけるようにするために勉強を進めていきたいと思ったことが、まあ、都市防災に興味を持ったきっかけになります。そうなんですね。はい、ここまでご視聴いただいて、はい、どんな感想をいただきましたか？さっきの人見たからかより話が分かりやすいな、具体的でっていうのはより思ったのは1個ありますね。残念ながら私も同じ意見で非常に話が分かりやすいですね、うん、何よりもその大学の専攻で都市防災をやったという一言によって、なぜ、大成建設さんのような業界を受けているかが一発で説明がついてしまう、うん、これはかなり強いと思います、うん、まあ、もちろん志望されている学部学科と応募される業界というのは一致する必然性はないんですけれども、うん、このように、まあ、ご自身がもし被っているのであれば、ご自身がどのような勉強をされてきたかについて語ることは非常に価値があると思います。で、別に大学の専攻について普段はそんなに深掘りされないはずで、ここでおそらく大成建設さんが聞いてきたのも、あ、すごくその大成建設と近しい領域をやっているねと、でその上でなんでそれに興味を持ってくれたんですかという気持ちがあるからだと思います。なんか日本は災害とかいろいろ多いから今後活かせそうですね、知見を。はい、まだまだ勉強中ではあるんですけれど、自分の勉強したことが将来活かせるようになればいいなというふうに思っています。では続いてなんですけれども、山田さんが建設業を志望する理由を教えてください。はい、私が建設業を志望した理由は、2つございます。まず1点目が、自身の仕事を通して多くの人の生活基盤を長く支え続けられるものづくりに携わりたいと考えたことです。このように考えた理由がアルバイトでの経験になります。私はアルバイトで2年時に電話対応マニュアルというものを作成したのですが、それが今でも全職員の電話業務の根幹を支え続けていることということを知り、そうしたことに非常に達成感を感じていました。そしてその経験から、将来も自身が携わったものが生活基盤を長く支え続けるようになってほしい、そういうふうに考えて建設業を志望しました。また2つ目としましては、人々を災害の危険から守り安全な生活を提供したいと感じたからです。実際にゼネコンであれば、地震や大型台風、大規模災害から人々を守るために安心安全な建物はもちろんのこと、橋梁や水道管といったインフラを整備することもできます。そうしたところから、こうしたゼネコンの特徴を生かしてより強靭な社会を作り上げていきたい、そのように考えたことも志望した理由の一つになります。はい、いかがでしたか？すごいです。実体験と志望理由がちゃんと結びついてる。素晴らしいです。素晴らしい。はい、で今回良かったところが、3つあります。で1つ目が、この人実はもうゼネコンで働いてるとにかく受け答えが素晴らしかった。本当に満点の面接はこれかというのを見せてもらいました。はい、ということで、本日見ていったこの動画なんですけれども、冒頭でもお話ししたように、私たちがやっている合格者面接というサービスも動画になっています。いろんな人気企業約500社の選考に実際に通過した人の面接が見れるものとなっておりますので、ぜひそちら活用して面接対策してみてください。サイトは概要欄にあるので、概要欄からぜひチェックしてみてください。ということで今回は、不動産業界について解説していただいたんですけれども、他にも問いさんに金融業界やったり広告業界やったりについて解説していただく動画もありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。